クリストファー・バズビーはイギリスの科学者。環境問題をテーマとする市民団体である欧州放射線リスク委員会の科学担当委員。環境コンサルティング会社の科学担当。1995年に設立された低レベル放射線キャンペーンの科学アドバイザー。アルスター大学の客員教授を務めている。クリストファー・バズビー。 クリストファーバズビーデボン州南部のペイントンに生まれた。1966年から1969年のアイダロンドン大学で科学を学び、1970年以降はインナーロンドン教育庁、ケント大学、サセックス大学、ウェールズ大学、リバプール大学、西イングランド大学などで教鞭を取った。1981年にケント大学で 物理科学の博士号を取得している。バスビーが最高科学責任者を務めるバズビーラボラトリーはブリュッセルに本社が置かれている環境コンサルティング会社で CEO はヨゼフ・ジェイ・ライアンが務めている。内部被曝の検査、食品、水、どの放射能検査のほかに放射性物質飛散地域で必要であると考えられるサプリメントの取り扱いなどを行っている。 バズビーは低線量電離放射線被曝は健康へ悪影響を与えると主張しており、福島第一原子力発電所事故後の日本において、バズビーは彼が放射線の影響から日本の人々を保護すると主張する一連の商品やサービスを擁護している。これらの検査についてはバズビーが科学担当を務める環境コンサルティング会社であるバズビーラボラトリーに委託されている。 またサプリメント等の商品販促活動を行う組織として福島の子供たちのためのクリストファー・バスビー基金という特定非営利活動法人を設立するとしている。この組織は六本木ヒルズ2 2 0百号に事務所を置きバスビー研究所 CEO のヨゼフ・ J ライアンが窓口を担当している。福島の子供たちのためのクリストファー・バスビー基金は募金も呼びかけており、 その振込先は、バズビーの故郷の町の銀行に口座を有する、グリーンウォードットである。ジョージ・モンビオは2011年3月21日付の、イギリスの新聞ガーディアンに、なぜ私は、福島第一原発の事故により心配するのをやめて、原子力を愛するようになったかを執筆し、原発指示を表明した。バズビーは、何のための原子力なのか、ジョージを執筆し、 モンビオの記事を批判した。ジョージ・モンビオとガーディアンの東京特派員、ジャスティン・マッカリーは2011年11月21日付のガーディアンにバスビーと福島の子供たちのためのクリストファー・バスビー基金についての記事ポスト福島アンチ・ラジエーション、ピルズ・カンデマド・バイサイエンティストを掲載した。ガーディアンに掲載されたジョージ・モンビオのブログ記事によるとサプリメントの販売に関して バズビーとコンタクトを取ったところ、バズビーはいくつかの質問には回答した。バズビーは、ベラルーシの医師、病理解剖学者、ユーリ・バンダジェフスキーの研究を引用している。バンダジェフスキーは心臓などの臓器に、セシウム137が悪影響を及ぼすとしている。バズビーは、日本政府が ICRP の基準を盾にとって、年間二十ミリシーベルトまでの被爆は安全と、 主張しているのは言語に絶するほど間違っている。ICRP のリスクモデルはもともと1952年に作られたもので、その基準は軍需産業が核実験を正当化するためのものですと述べ、ICRP のリスクモデルの問題の一つは内部被爆の危険性を過小評価している点としている。また、ICRP リスクモデルの編集者、ジャック・バレンティン博士はビデオインタビューで ICRP モデルは、福島のような放射線放出の健康影響を政治家に助言するためには使用することができないと述べた。博士は、ある種の内部被爆について、このリスクモデルは2桁のオーダーで、不確かであるということに同意した。としている。千葉県鴨川市のハーモニクスライフセンターが運営する、バズビー博士支援基金のある団体が、ウェブ上で募金を呼びかけているが、 福島の子どもたちのためのクリストファー・バスビー基金では、バズビー博士支援基金は、バズビー博士の承諾を得ずに、バズビー博士の名前や写真を使用した募金や寄付活動を行っていると主張している。その一方で、福島集団疎開裁判の会は、バズビー博士の友人であり、本疎開裁判の協力者の一人でもある、森田玄さんが、この検査費用の捻出のために、 窓口となる場を立ち上げました。これがバズビー博士支援基金です。この基金に集められた募金はそっくり、バズビー博士らが1992年に設立した環境 NGO グリーンオーディットの講座に送金されています。と述べている。以下のデータは福島の子どもたちのためのクリストファーバズビー基金のウェブページに掲載されている情報である。ありがとうございます。